どうもビデオゲーマーでーす。基本編続きやっていきましょう。で、今回から新シーズンで一部の戦いが始まるんですけど、で、日程の方はね、開幕戦のアウェーでエイバル戦まで進めさせてもらったんですけども、で、本当はね、試合の前に補強の方の動画を撮りたかったんですけども、ちょっと選手の能力だったり調べるので期間が間に合わなくてですね、ちょっと撮れずに駆け込み補強みたいな感じでこの前やってしまったんですけども、で、取ってきた選手なんですけども9人いまして、結局2人ぐらい増えてしまいました。予定よりね、7人ぐらいで終わらそうと思ったら、で、まずゴールキーパーのロベルトね、まあ昨シーズンはね取ってる選手もいるのであれなんですけども、で、ロベルトとか、このポスティゴとかはねそうなんですけど、で、今回の夏の移籍取ってきたのが、アラベスかシモナバーロですね。で、モレノも昨シーズンは、ね、取ってるのであれなんですけど、で、アンカーのところにね、ハダースフィールドからビリングっていう選手を取ってきました。で、まあ、ルベン・ペレスとアドリアンがもう30歳と31歳なので、世代交代も含めて、まあ、姿勢がいるんですけどね。さすがに一人はきついので、で、ビリングは能力的にすごく魅力的な選手だったので、まあ、スタミナはないんですけど、テクニカルの方がすごく良かったので、ちょっと取ってきました。久々にね、使いますね。18の時は結構お世話になったので。で、特性もね、ロングスローとパワーフリーキックあるので、ただ負傷癖があるのがね、ちょっと難点ですけども、なのでうまいこと使わないとダメですね。怪我だけしたらちょっとやばいかなって思ってますけど。はい。で、次センターハーフのところにパルド、取ってきました。彼も、まあ、トップ下メインで使おうかなと思ってるんですけども、ちょっと、使いますけど、ちょっとポジションはちょっと今のところまだはっきりとしてないです。フォーメーションのこともあるし、まあ、もしね、この後フォーメーションいじるってなったらセンターハーフの選手が、重要になってくるかなって思ってるので、なのでまだちょっとはっきりとわかんないんですけども。でも能力的にはね、非常に魅力的なとこもあるし、一回使っているので使いやすさは知っているので、それ使ってみようかなと思ってるんですけどね、今回も。まあ主力ですね。で、トップ下にタナしかいなかったので本職が、ファグンデスっていう選手をね、ニューイングランドレボリューションから取ってきました。まあ、後継者的な感じですね。もう28歳なので。なので、ファグンデスがその後受け継ぐ感じで。で、スサエタは昨シーズンで取っているので、あれですけども。で、ですね、オリギっていう選手がね、本当は昨シーズンで取ってたんですけども、ちょっとセルフィオ・レオンの方が使いたくなってしまいまして、欲しいなーって。どうしようかなーと。で、選手トレードの話持ってったらですね、フォワード欲しいって言ったから、オリギごめんと。で、オリギをトレード要員でセルフィオ・レオンとね、交換したんですけども、もうどうしても使いたかったです。もう一目惚れですね。で、オリギがね、プレシーズン全然活躍しなくて、ちょっとハマってないなっていうのもあったので、まあ、いいかなって。ごめんって言ってね、ちょっと売ってしまったって感じなんですけども。いや、もうどうしてもね、ちょっとね、使いたかったんですよね。
まあそういうこともねありますね。でねもしかしたらですね何人かちょっと移籍リストに載せるので、うまあ夏の間にもしね次回の動画が9月の試合になるので、まあ、今回は開幕戦取るんですけど取るので、その間もし1人2人売れてたら、冬の補強の方のありますか、売れた選手によってはそこが手薄になってしまったので、そこの選手を補強するかもう1人ぐらいね、なのでちょっと今悩みどころですけど、もしかしたらもう1人ぐらい今段階っていうか次回に触れてるかもしれないです。はい、まあとりあえずね開幕戦やっていきたいと思います。で、メンバーは開幕戦のね、まあ即戦力だったらロベルト入れてるぐらいですかね。あーナバロ入れてますね。でここモレノがねちょっとプレシーズン調子悪かったのでアダイに変えます。あビリングも入れてるわ俺。いやビリングどうしようかな、難しいところやな。でもちょっと見たいのもあるんやけどな、結構悩むのよな開幕戦のスタメンって。ベリングロベルト、あーナバーロも、まあこれでいっか。でベンチはこんな感じかな。うんそうですね、こんな感じでいきますか。じゃあ開幕戦エイバル戦やっていきますか。開幕勝利目指さないとね、結構厳しいと思ってるんで、前評判が、16位ほんま今の位置ですねぐらいなので、残留できたらいい方かなっていう感じの評判なので、いやー厳しい戦いになると思いますけど、で基本的にアウェー取っていきます、ホームじゃなくてね。なので、開幕戦ちょうどアウェーなので取っていきたいと思います。じゃあやっていきます。はい、じゃあやっていきましょう。キックオフと。おっと。ああ、やっぱなんかすげえ、プレッシングすげえわ。ニュースと全然違うわ。あ、打ってもよかったな今な、やっちゃったな。Sergio Álvarez, Kelly. ムニヌとね、キケガルシアなんですよね。マジでカード出んの結構きつくいっちゃったか。危ない。いやーちょっとな、あフォーメーションね、そうですね、あれですね、トップ下からなワイド、わーっとナイス、素晴らしい。あー予想外だった今のはね返ってこぼれてくれたらいいかなぐらいでクロス上げたら、まさかヘディングで勝ったわ思ってなかったよ、ちょっとびっくりしたな今。素晴らしい。そうか、一部初ゴールはメドランか、仲いいですね。カレリじゃないとこがいいな。これ気をつけないと、本当失点すぐするから。
ahí va el disparo, viene el portero, prosigue.一瞬ホアキンに見えた。え、ホアキンってなった。名前がホアキンに見えた。いいですよ。頑張ってる頑張ってる。あ、ちょっと緩い。ちょっとまさかの弱さ。あれってなったよ。そんなよく落ちないのになって。あれはもう精度の問題なのか。いや、浮かしてほしかったな。よし、逆足。Corner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Lejos se va la pelota.いいですよ。Rubén Pérez。素晴らしい。見てる。いやー、誰か欲しい。ちょっと。Adai Benítez。Iván Cavaleiro。Están sosteniendo muy bien la pelota, la guarda。惜しい。なあ、悪くなかった今な。ですね、髪の毛のバグ治ってるんですね今回はね。はい、悪くなかったっすね。楽しいな。楽しいわ。いや、ちょっと多いよ。出るな。オッケーオッケー。あれ、多分センターバックのとこ、ケリーいるでしょう。パレスにいる。ちょっと身長でかいんですよね。ちょっときついな。いやー、惜しい。完全に体の力、勢いで負けた今。あ、やばい。ムニルはいかん。いける、OK。いや、そっちか。あんまり、おお、いいよ、ナイス。ビリングね、カードもらってるんで、あんまりね、こう、勢いよくいけないとこは辛いけど。頑張ってる。2部よりお前すごくいいぞ。じゃないですね。メロナにとっては面白かったなと思ったけど、逆足じゃないのか、右利きやから。精度が悪かったって感じかな。おっと、Sergio Álvarez. Munir. Es buena esa pelota. Ay, amigo. Otro nice, nice, nice. La pelota no pasa nada con esto. Qué lástima. Era bueno el despeje, pero el balón queda en el contrario. Balón que queda en la mitad de la cancha. Atento que se viene el contraataque. A darle. Ya, alza. Alza. La pelota. Se viene el saque de manos.やっぱ、うん、カレリのところマークがきついな。何もできないな、カレリが。出ないね。これはちょっとまずいかもかな。よし、ナイス、うまい。いいよ、見てる。オッケーオッケーオッケー。
よし、OK、コーナー。Y tendremos, señoras y señores, tiro de esquina. El balón ha sido rechazado por uno de los defensores y se pierde por el fondo.ごめんなさい、今ちょっと耳がかゆくてイヤホン外したの、もしかしたらイヤホンのちっちゃい声が入ってるかもわかんない。あと普通に何かしないけど、すげえ喋ってんだよね今。Tsunami de oportunidades en el área. Se lamentan los jugadores, ya la reventaron. それが気になってイヤホンも外したのもあったし、耳かゆいのもあったし。Tiene mucho espacio por la banda ahora. Tapa el arquero. 悪くなかったけどな、今のな。面白かったけど。いや、ほんと、このキケガルシアとムニルのツートップ、ほんと嫌やわ。ペドロ・ビガス。ジョナタン・カレリ。うまい。Y ahora entra por la banda.アメリカ、クソ、狙いはよかったけどな。アダイが触ってるってこと今。イヴァン・カバレイロ。ナイス、コーナーコーナー、オッケーオッケー。股間に当たってそうやけど大丈夫かな。ああ、やっぱチームによってあれですね、守り方が全然違いますね。よしよし、 1-0 で喋れてる。 1-0 でね、前半終えましたよ。いいですよ、開幕戦らしいというか、こうね、上がってきたチームらしい、この硬い守備でね、頑張ってますよ、今。いいですよ。今のところ補強した選手がうまくはまってますね。もうほんとビリングのカードだけが余計だったかもしれないけども、いいんじゃないですか。アダイとかがすごい頑張ってるわ。すごくいい。開幕スタメン選んでよかったかなって感じ。おっと、危ない。あー、惜しいな。通るかなって一瞬思ってしまったな。ナイス。おっと、あら、どうしよう、どうしよう、どうしたらいい。迷うばかりってやつで。ナイス。あ、惜しい。これ本当気をつけない、一瞬でやられるな。あ、やっべ、こういうミスが命取りになる。あ、これは一回、オッケー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 、よしよし、オッケーオッケーオッケー。あ、いいよ、もうそれでいい、それでいい、全然いい。彼なんてシュート打ててないんじゃないか。Mario ya dio la indicación en la próxima pausa modifica todo. Me parece medio raro porque no he visto. Utete nai na. Yo te pongo tensión. Tiene el siguiente pase. El balón que sale disparado. Kare no tokoro ga suke yarachatte na. Komatta na. Gonzalo Escalante. Oportuno en el corte del balón. Iga suge nachatte ru.あ、いいよ、それでいい、それで、オッケー、オッケー、オッケー。ふうふう。Interviene bien, pero la pelota sigue en juego. あ、出ちゃったね。もったいないね。クロス悪くなかったけどね。Se viene el cambio. A ver si cambian las cosas en la cancha. Pedro León.おお、うん、反応が遅かった俺の。もったいないことしたいわ。
hay siempre movimientos en el mercado de fichaje que hay que esperar que se confirmen para poder hablar de ellos. Ha llegado el momento de Chelsea ha cerrado un nuevo jugador. Sí, realmente ningún equipo creo que puede darse el lujo de rechazar jugadores como este. Ahí tiene con quién apoyarse. って言うた今お腹あーやべえあっちゃやられたあーやられたなぁ。ちょっとフリーにしてしまったなぁ。頑張ってたのにゃ。まあ、メドラに変えてファグンデス入れましょうか。本職のトップ下を。Jonathan Caleri, Iván Cavaleiro. Se juntan alrededor de la pelota tratando de encontrar alguno libre. Rubén Pérez. Carísima la pelota. ¡Uy, okay! ファグンデス早速活躍したじゃないですか。素晴らしい。しかも決めたのがね、ビリングっていうのもいいですね。ただ彼らが一歩もシュートを打ててないのがすんごい気になるわ。大丈夫かな。大体2部の得点王って1部で活躍できんからな。今のはなんでそっちなんだろうってなってしまったな俺な。今体向いてたからな。おお、いいよ、ナイス。いけるかな。オッケーオッケー。ああ、いいですよ、いいとこですよ。おお、ちょっとボールが、いやー、すごい。ちょっとボール、ああ固まっちゃった今。ちょっとモレノ入れましょう。エイブラのユニフォームもいいですね。Brillante la recepción del público ante la salida de este jugador. Sí, una despedida muy calurosa para un jugador que lo ha dejado todo dentro de la cancha. Martin Kelly.Ahí están rechazando la pelota, no pasa nada con esto. Hay espacio suficiente para avanzar. Aplausos, señores, brillante asistencia, lo dejan solo. Y dale, y dale, ahí está. Ya esto se lo tuve que atachar. Y tendremos, señoras y señores, tiro de esquina. El balón ha sido rechazado por uno de los defensores y se pierde por el fondo. Se viene el tiro de esquina al área. Ha llegado muy bien esta pelota.Atento que desde ahí le puede pegar. Se anima y le va a dar. Llega muy bien a reventarla. Es un genio pasando la pelota. Esta jugada podría terminar en gol. Ya, es que el jugador es muy bueno. Ahí la tiene, están en su propia área. Ahí está. Ah, faro. ¿Dónde? Si desde ahí lo clava, pregunto nada más. Y si lo clava desde ahí. Ok.いやー、近いな、近い、これは近いぞ。どうせ誰が蹴んの、ファグンデス蹴れんの。ちょっとフリーキックの能力覚えてないよ俺。うわー、かっこいい。かっこいいわー。選手変えてもいいですか。ファグンデスは蹴れないみたいですね今ね。どうやら今の能力見ると、ああ、誰にしよっかな。ちょっとパルド入れますか。
3人目やね。まあ、カレリはちょっとあれしましょう。まあ、シュートが打ててないから1本ぐらいしか、ちょっともうちょっと見たいんで、今回はセルヒオ・レオンは出番なしですね。でキッカーを変えて、まあ、パルドになるのかな。なんかすっげえ動いてんな。なんで？バグったってことか今。あ、壁に当たった。よし壁に当たっちゃった、もったいね。ゴンサロ・エスカランテ、ビエン、バンポッフェラパラブッカレパセポッデントロ。Este equipo está contando con el apoyo de su público para empatar. Aún les queda tiempo. Está claro que el calor del público no siempre ayuda a empatar los partidos, pero lo están intentando. Esa pelota ha salido en lateral. Pedro León.よー、ナイスナイスナイス、頑張ってる頑張ってる。崩しとかよかったのに。あー最後のとこ決めれんかったか。もう打つならもうあのタイミングぐらいしかなかったな。多分もうちょっと走ってたらもう追いつかれてったろう持ってってたら。あー惜しいな。もうキーパーは動けてなかったもんな。うまい。Les está quedando muy poco tiempo, todavía lo pueden empatar. Pinta Pedro León. Yo soy Nes. A este partido le quedan 3 minutos por jugar. Ah, no. Solo queda un minuto. Ah, dreta. Si se anima, lo clava. Gonzalo Escalante. No me voy a poner de pie, pero a mí me parece que es de garro. Aleja la pelota de su portería. Enamorando con su fútbol, no falla un pase.あーよっしゃ勝った、オッケー。やっぱりね、うちのチーム前線のね、総合的に能力高いね。やっぱ前線の枠きついっすよね。中盤が全体的に76なんで、ディフェンスラインが75で、でアタッカーのとこがね78なんで、やっぱりねマークきついんで、なかなか厳しいところありますね。フォワードが点取るっていうよりは中盤2列目の選手が点取らした方がいいのかもしれないね。うん、カレリが何もできてないでしょう。待って、シュートどんだけ打ったの。あれ間違った。シュートに日本でしょ。もう全然出てない、ほんとこれはダメだわ。まあ開幕戦勝てたんでよかったです。今段階で唯一勝ってるチームですね。他のチームが全部引き分けてるので首位ですよ今。もう終わっていいんじゃないかいあやばい、他もあった。アラベスとバレンシアが勝ってるわ。つらい。せっかく首位かなと思ったのに。第一節へ早くも。何ですか。ああなるほどね。次回はあれですね、まあ動画にはないですけどデポルティーボなんで、うん、スタメンになってるかもしれないですね。はい、で次回がね、おあ間違った、なんでここに合わせてんの。次回が
セルタ戦になると思います。セルタ、ヘタフェ、マラガって感じですかねになると思います。アウェーのシェアは全部取れるようにやっていきたいので、次回はセルタ戦ですね。うん、はい、じゃあ今回はこれぐらいで終わりたいと思います。まあ新シーズン始まったので、まあとりあえず1人目から優勝は厳しいだな。さすがに厳しいわな。うん、厳しいのもディフェンスラインがあれやしな。まあ、チャンピオンズリーグ圏内を目指せるように頑張ります。まあ、ほとんど星4つぐらいのチームが多いので、バレンシアと、あとどこだ？セビージャ、まあ、アトレティコと、レアルとバルサはなかなか厳しいと思うので、そこに勝っていけば、セビージャ、バレンシアに勝っていけば、まあ3位4位はまあ見えてくるかなと思うんですけどね。うん、まあ頑張ります。じゃあ今回はこれぐらいで終わりたいと思います。ではまた次回です。バイバイ。